カナダ軍最高司令官は、カナダ軍における最高の指揮権者を意味する。憲法上、カナダ国王が権限を有するが、通常は、その代理であるカナダの総督が代行し、最高司令官を称している。1867年に英領を来たアメリカ法は、カナダにおける陸海軍並びに陸上及び、海上の民兵は国王の指揮に服することを示した。 1904年になると民兵法の制定によりカナダにおける軍事上の司令官は国王の代理である総督に移され1905年には総督特許上もそのように改められた。軍の拡大後も国王が最高司令官の地位にあり続けた。司令官の名称は1910年の海軍省の設立に伴い民兵及び 海上兵力最高司令官となり、1918年のカナダ空軍設立後は民兵及び海空軍最高司令官、コマンダーインチーフ。オブザミリシャンドネーバルエアーフォーセス。1947年には総督職及び全カナダ最高司令官に変更されている。1968年のカナダ軍の統合軍下の改革に際しても、 軍最高位であることが継続された。現在では、事実上、最高司令官の職務は、象徴的、儀礼的なものであり、実際の指揮権は、カナダの内閣が保持している。最高司令官の職務としては、内閣の承認のもとに、軍旗や部隊賞栄転の授与のほか、王立カナダ連隊の名誉連隊保有者に関する、事項や参謀総長の任命、 将兵及びその家族の激励等となっている。また宣戦布告文書への署名もその職務にある。ABC Office of the Governor General of Canada, r o l e and Responsibilities Commander in Chief Queens Printer for Canada. h t t p コロンススララッッシシュュ w w w g g s a シュドキュメント n s p x i d コール4 5 2 0 1 0年10月1日」、閲覧。カナディアン・フォーセス・グリーバンス・ボード。カナディアン・フォーセス・グリーバンス・ボード。ハーマイナス -7088 から3119。オッタはクイーンズ・プリンター・フォー・カナダ。オリジナルの7エープリル2008時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 8 0 4 0 7 0 4 0 5 0 3 h t t p w w w c f g b c g f c g c s a r u e n g l i s h c s v i w e r a s p x 1 t p h p 2 0 0 8年2月7日、閲覧。 フェデラル・コート・オブ・カナダ、イン・ザ・マター・オブ・ラルト・マック・ギョーラ・チェーン内、ブイザー・トーニー、ゼネラル・オブ・カナダ、T-1809 から0638。オッタは、クイーンズ・プリンター・フォー・カナダ、P5-2008FC69。 h t t p d e c i s i o n ズ f c t c f g c s a e n 2 0 0 8 2 0 0 8 f c 6 9 2 0 0 8 f c 6 9 p d f 2 0 0 8年2月7日閲覧。ジョージ・オンイ、レターズ・パテント・コンスティチューティング、ザ・オフィス・オブ・ラバナー・ゼネラル・オブ・カナダ、X、オッタワ、キング・スプリンター・フォー・カナダ。 http://www.solon.org/.cons.tit.ions/.canada/.english/.letter.spatent.html2006 年6月7日閲覧。ありがとうございます。